黒幕は、長田町にいる、ダロット占い師のめくり太郎です見。見事的中、見事適中、見事適中。世界で一つだけの花 <laughs> 知の、あぜららら。歌詞は引歌詞知らないでしょ。知ってるよ。<laughs> 第4話、はい、見ましたよ。見た。わしずさんは、 出馬すするることにななようですねするなんかまあいいねあの後援会長を説得してねなんか味方につけてあんな簡単に味方につくもんつくもんなんですかね犬井先生には「俺が筋を通しとく!」とか言ってさ、はあ、やっぱりね、うん、お母さんは大事ですからねお母さんが守るよって言って言ったあそこでもうもうガッと来ちゃったのねそうだね、うん、たまってたはい でもさ犬飼いさんはあんなことしてくれないからねやっぱね鷲津、うん、だからああいうことしてくれた犬飼いさん口先だけだからなダメだねでさ高野がさ鷲津の息子を突き落としたのはやっぱり警察内部でちょっともみ消したみたいな話になってそのもみ消した人物は長田町にいるみたいなことを言ってましたね言ってた誰だ誰 まあ、だから、いっぱいさ、あ、いろいろアイディアは、い,やいろいろ考察しがいはあるんですけど、うん、私、やっぱりね、鳥の名前なんか関係してるんじゃないかなと思ってるんですね。わしず、かもい、<井>うん、えっと、<野>の、まあ。鳥だから仲間なんじゃないの鳥同士は。まあ、そうだね。あと、あれですよ。つるまき。つるまき。うん 仲間なのか、それとも、こう、敵対関係なのか。で、なんかちょっと調べたんですけど、その中で何が一番強いかっつうと、やっぱり猛禽類のワシとタカが強いんですよね。<ー>で、この二つは天敵いないんだって。えー、まあ基本的に。すごいね。うん、強いの。えー、まあだから子供の頃とかね、その、ヒナとかの時に襲われたいっていう可能性があると思うんだけど、その大きくなっての天敵はいない。で、そうなるとさ、カモなんて弱そうじゃん。弱そう。ね。でや、 鶴なんてちょっとでも鶴ででかいね結構でも,でもさカモなんてそこら辺にいっぱいいるから強いんじゃないのいや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 弱いそうなのあ弱いよ繁殖力すごいじゃんまあそうだね鶴はいないよ鶴はあんまりいないね単ンチョウズルとかあ<ー>絶滅しそうなんじゃないのじゃあ弱いってことなんじゃないで,、ね、でそうなってくるとさあとまだ永田町にはあれですよ龍崎さんもいますけど龍は強いよ龍はさ鳥じゃないよね龍はもうだってさ この世にいるのかわからないファンタジーな感じだもんね。そうなってくると鳥対竜みたいな構図なのか。竜強いでしょ。竜強いね。でも竜にもね、実は天敵いるんですよ。あれ架空のものなんですけど。えー、神話の世界では、うん、ムカデが、敵らしいですよ。大ムカデ。うっそー。大ムカデにはやっぱり竜もなかなか手こずる。大ムカデって大ムカデさんっていう人。あ出てきたああ。そのことか そうするとそれが黒幕の可能性高いね。竜が黒幕で、大宗さんが出てきて、一見落着みたいな。ああ。じゃあ、大宗大臣とか出てきたらもう <laughs>、完全にアウトなパターンだ。いや、だからね、そういう意味合いで、誰か出てきたらアウトかって言ったら、そう大向でっていう可能性もあるけど、あとさ、なんかさ、よく言われてんのはさ、お笑い芸人が出てきたらこれ危ないんじゃないなっ,つって。ああ<ー>。覚えてますか手製スの船。 ああ。下振りさん出てましたよ。出てた。ね、あの人を結局刺した人だったじゃん。うん。で、さらに、マイファミリー。ああ<ー>。サンドウッチうん。ね何、ちょっと何言ってんのか分かんないんですけど。<laughs> ね、その人、その人。はい。だから、大ムカデさんで、お笑い芸人だったらか、完璧に、これ、黒幕じゃないもう、そのパターンはさ、やんないかな。 さすがにもうさすがにないんじゃないのやりすぎちゃったから。やりすぎだよ。今回はお笑い芸人の人出ないね。よく考えたら。お笑いの先生はね。これから出ます。ほんと <laughs> じゃあやっぱその人じゃないのまあだからそういうところをちょっとね、占ってみようかなと思うんですけど。はい。これからじゃあどんな動物が出てくるか。動物の特徴をちょっと聞いてみますかね。<laughs> よくわかんない、考察になってきてえっ、ー、何これどんな動物 <laughs> これ、ね、あの、触覚が2本あります、ね。ああムカデも2本あるよ。<laughs> えっと、この考察、皆さん、チャンネル変えないでーす。<laughs> そうね、大体いいこれぐらいのね、分数で変えられるって出てるからね。<laughs> あのね、<laughs> こういうチャンネルなんです、私たち。そうもう、あの、見てねはい、じゃあ、触覚ね。<laughs> 幼少期逆か。だから、幼少期でしょ。だから、うん、幼少期と大人になってからの形が変わる生き物。 大体変わるんじゃない？なんか孵化するやつ、蝶のさんとか。ああ、蝶も触覚あるもんね。そうそう、蝶は鳥とちょっとつながってるよ、ね、飛ぶつながりみたいな感じ。あのカタクチイワシみたいな。あ、出世王みたいなやつ？そうそうそう、それみたいな出世王みたいな名前の人。<ー>でもそしたら餌だね、鳥の。そうだね、鳥の餌。 ワシと戦い点的ないんでしょ。うん、じゃあこれやってもしょうがなくない。あで,でもいいのか。竜より強いのか。そうそう。なんか出てくるか,かもしれない。ずっうとこなんだよね。でさなんかあんまり元気がないなんかあのなんていうのじっとしてるような動物なのかな。ナマズだ。ああ。魚で触覚みたいななってナあナマズあるんじゃないの。ナマズ山さんとかナマズださん。ナマズ沼さん。あ 買えないでねちゃんね。買えないでね。生ず、ね <laughs> ね、はいちょっと待って。水の生物かな。まだやる。る、うん、これ視聴者のあの雰囲気。<laughs> <laughs> でもさ。もムカデあるんじゃん。ムカデあるね。だからやっぱり何か多い足が多いとか、あとなんか暗いところにいる。そうそう土の中だとムカデは土の中いますよね。足が多いってななんていうんだっけ。なんていうの。虫系だ。虫系。 やっぱこれムカデっぽい名前出てくる可能性あるんじゃないさあ、どうなるでしょうかちょっと最後にお笑い芸人に向かってくるくか。おこれ、お笑い芸人でムカデっぽい名前の人が出てくる。ナマズか。え、一緒なのそれ。お笑い芸人の可能性もでも高いってことじゃないでもその、ムカデはだってさ。うん。 黒幕かはわかんないじゃん。まあそうだね。お笑い芸人出てきたら犯人ってことでしょうん、お笑い芸人が出てきたら犯人。で,で、黒幕は、まあ生塚ムカデみたいな名前が出てくる。という考察になりましたどうでしょうか他のチャンネルにはない考察の仕方ですぜひ、第5話、お楽しみに皆さんはどう思いますか頼んだ。 え個人鑑定の方ではですね、皆さんのお悩み一つ一つに的確に気持ちの後押しをさせていただいております。鑑定の申し込みの方は概要欄の方をご覧ください。